大丈夫だ。おお、マッキー久しぶり。大丈夫です。ああ、ありがとうございます。なる可能性が高いとか。
疲れ様です。ここで一回接触して、ここでも接触してます。両方の足が立ってますけど。もうこの角度から見たらレッドカードですよね。で、これ、このフォワードの白の選手が飛び越えることは可能ですか？可能ですよね。まあ、どうにか避けようとはしたのかもしれませんけど、もっと大きくね、はっきりと寄せられると思いますし、ブルーの選手はどうにか止まることもできてるんだというふうには思います。レッドカード。まあ、スウェーオフサイドの全員吹いてるんで、大会は完成するに違いますけどね。これはまあ、競技規則の話になります。実際だけど、実際に試合イエローカードが出てます。これ、木村さん吹いてますね。そうです。まあ、そんな嫌味みたいな。どうしようかなと思ったんですけど、ごめんなさい。ここね、まあ、けど、ちょっと話から近いような話だったんで、すいません。それでも、これ実際にレッド出せます試合で。でも、実際には、オフサイドの笛を吹いて、その後、コンタクトがあるかもしれないっていう感じなんですよ。ただ、どれぐらいのコンタクト、どこに当たったかっていうのと、選手の足の、この映像のつま先と、両足のつま先が、ここに当たってます。その事象っていうのは、本当に、クリアが見えてない状況なんです。なので、ただゴールキーパーとはコンタクトがあるっていうのは確かで、イエローカードを出しましたけど、レッドカードっていうところは非常に難しい判断。まあ見た後にもう木村さんとはディスカッションして、ね、やっぱ彼も映像を見てびっくりするような感じです。こういうコンタクトが起きてるのかというようなところで、まあもうすぐにレッドカードっていうのはもう彼自身でも判断ができている。これでもわざと蹴ったっていいんですよね。要は残り足。そういうふうに見えます、避けられる、でただ、まあ、避けようとしてるのかもしれないですけど、やっぱり顔のあたりを、あんだけのスピードを使って、で足の裏がやっぱり顔に当たるっていうのは、まあ、その事象だけでも非常に危険だって
ちょうど判断、接触があるときに、この選手と主審の間に、選手2人が主審あのゴールキーパーの主審の間に入ってて、あのしっかり確認できなかったというふうには思います。わざと見えなかった。見えなかった。レフリーのところはそういうふうには見えなかったです。まあ、皆さんの結果といいますか、思いがこのフィールドの舞台で発揮されることを我々も最大にサポートしていきたいというふうに皆さんの活躍を期待しております。今日本日はありがとうございました。ありがとうございました。見えなくなることがあるんですよ。もうで近くなると上を見ちゃうと腕のこう引っ張り合いとか見ると下を見えなくなる。だからやっぱり適切な距離っていうか、こう足元ばっかり見ててこんな腕でバーンってやられたりとかがありますよね。それをね見えなくなるっていうのは、なんかそういうことはあります。任せてるところもあるのかもしれないけど、言うように